こんにちは、リンカです。いつもご視聴ありがとうございます。寒くなってくると多くの人がいわゆる機能性インナーを着用すると思います。ユニクロのヒートテックなどがその代表ですね。しかし中にはヒートテックを着ているのにそんなに暖かいとは感じられないという人も案外多いようです。実は多くの人がヒートテックを間違った着方で使っているんです。今回はヒートテックの正しい使い方や効果のある方法などをご紹介いたします。それでは行きましょう。雑学知識、ユニクロヒートテックの正しい着用の仕方は〇〇だった。ヒートテックの重ね着は効果的？ヒートテックは1枚着るだけでも暖かいですが、重ね着したらさらに暖かくなるのでしょうか？実は結論から言うと、ヒートテックを重ねてきても効果が倍増することはないんだとか。これを知ると、そうなんだ、なんか残念、と思ってしまいますが、ちょっとお待ちください。答えを出すのはまだ早いです。調べてみると、ヒートテックの効果を高める着方がいくつか見つかりました。そちらをご紹介いたします。選ぶサイズに秘密がある。ヒートテックは肌に密着をして熱を逃がさない仕組みになっています。なので、少し大きめのものを選んでしまうと、肌と衣類の間に隙間が空いてしまって、本来の保温性を保てなくなってしまう可能性があります。なので、ヒートテックを購入するときは、ぴったりサイズか小さめを選ぶと良いそうですよ。男性用と女性用の使い分けで、効果向上？実はヒートテックには、メンズとレディースによって機能が若干異なります。メンズは吸収速乾、レディースは保湿。このように違う機能があるようです。どちらを選べばいいの？と気になると思いますが、難しく考えないで大丈夫です。外で体を動かすことが多いのならメンズ、部屋でじっとしていることが多いならレディースを選びましょう。もしメンズは大きすぎて自分に合うサイズがない場合は、キッズも男子と同様に速乾吸収型のようなので、サイズのない方はキッズ用を探してみるのもおすすめな方法ですね。タンクトップや速乾素材との重ね技で効果アップ。通常タイプの長袖のヒートテックに速乾性の高いインナーを重ねると効果がアップするそうです。というのも、ヒートテックと一緒にインナーを重ね着することによって、間に空気の層を作ることでより保温効果を上げれるんだとか。またヒートテックを着ていて寒さを感じる原因の一つに汗による冷えがあります。というのも、ヒートテックという材質は汗により発熱し暖かくなるため、特殊な糸を使用しています。なので普通の生地より多めの水分を吸うように作られているそうです。ですがそれでもやはり限度がありますので、多く汗をかく場合はこぼれた水分を吸収しきれません。その水分が肌に残ることで体温が下がり、なんか寒いなと感じてしまうんだそうです。そこで活躍するのが速乾素材系インナーです。速乾素材系インナーを重ね着することで、寒さを感じてしまう余計な水分をさっと吸い取り、汗による体温の低下を防ぐことで暖かい状態を維持するというわけです。またシルク素材のタイプであれば、効率的に汗を吸ってくれる吸汗速乾性の面でも優れているので、暖かさだけじゃなく快適に過ごせるというプラスアルファ要素も加わります。ぜひお試しください。さて、いかがでしたか？この動画を最後まで見てくれてありがとうございました。最後にアンケートのご協力をお願いします。今日から試してみる、そうだったのかと思った方はグッド評価、ヒートテックにそこまでの効果を期待しない
と思った方はバッド評価をお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。